さあ今日のお話日本帰国便で突然の欠航に遭ってしまいましてねしかもその理由がその航空会社のストライキという、まあ、激おこのお話なんですよ。予定がね狂ってしまって便をねその先の乗り換え便なんかもさるために追加出費が20万円以上ねかかったなんて言ったら もうあなたは落ち着いていられますでしょうかという、まあこういう話、実話に基づきながらやってまいります。これね、誰しにも起こり得るというね、えー、ことなんですけども、ちょうどフィンエアーが先日、11月の21日付近ですかね、えー、1日2日、客室乗務員がストライキというこちらのね、報道があったばかりなんですけども、まさにこちらに乗り合わせた、 方からね特派員の鉄 M さんからまさに11月の21日この日に起きた出来事をレポートいただいておりますフィンランド航空の乗務員ストライキに巻き込まれてしまいましたフィンランド国内線から欧州の国際線に 登場、乗り継ぎができなくなりました。よって、別の航空会社の欧州から日本行きのフライトにも乗れなくなってしまいそうです。フィンランド航空から登場日の前日である午後3時時点で、現地フィンランド航空のカスタマー電、えー、カスタマーケアの電話にね、えー、電話するもつながらず、 まあ、困るわけですよ。まあ、天候での欠航ではないため、ヘルシンキで一夜を明かしますが、フィンランド航空がこの保証をね、支払ってくれるもんなのかどうか、まあ、良い印象を持っていただけに残念というですね、こちらのお話だったわけですけども、ちょっとね、これ続いていきます。で、まさに、鉄 M さんが乗られていたフライトが、この、おそらくね、フィンエアーの1755便になるのかな、こちらのヘルシンキから、 えミラノに飛ぶフライトになろうかと思いますけども、まさにですね、11月の20日のもう、あれですよ、ストライキが起きている便っていうのは、これキャンセルということでね、フライトログにも残っている、えー、ところでございましてね、こちらに遭遇してしまった、あこちらのお話、実は続報があります。えー、こんな感じでね。 はい、ご報告を加えてまいりますけども、フィンエアのストライキでヘルシンキに到着時に乗り継げなかったので、ヘルシンキ空港周辺のホリデーインを無料で提供していただきました。その他、食費など支払った分のレシートを残しておいて、後日請求すれば支払ってくれるようです。これはエアラインが あのね、宿泊費だとかをもう一応保証してくれると。まあこういうことですよ。翌朝、ヘルシンキからミラノに飛んだわけですが、ミラノからシンガポールへ向かう。これはシンガポールエアラインですね。こちらの乗り継ぎ時間がなんと50分、50分のみと。 だ翌日日に振り返ったんだけども、ご自身で、えー、その先もね、あの、とこの乗り継ぎを計画されていたということで、あらかじめあったシンガポール航空の日本行きの便になるのかな。あこれがね、えー、乗れなかったということなんですよ。もう50分だけで登場、乗り継ぎなんて無理でしたと。えー、フィンエアーも別々で買った航空券の手荷物を受けける、受け入れることはできないんだということでですね、まあ、ミラノについてラゲージを一旦受け取ってですね、再度チェックインしろと。それを50分以内でやるな いうのはまあ無理なお話でしてねえしかもシンガポール航空のカウンターは出発45分前にクローズするもうこれロジカルに言うと5分間しか猶予がないなんていうのはもう物理的に不可能ですよねミラノ空港にシンガポール航空の制服を着たスタッフがいないのでスイスポートのグランドスタッフに尋ねるとシンガポール航空のスタッフはいないんだと。 ね、その場には。マネージャーもスーパーバイザーもいません。変更も払い戻しも空港スタッフではできませんから、質問があれば電話をね、してくださいねと。もうこの一点張りで受け負ってくれることもなく、もう困り果てるわけですね。ミラノ空港は無料インターネットもなくて仕方ないので、空港ホテルに泊まってネット環境を確保するしかありませんでした。ホテルにチェックインをすると、もうこの、ね、ホテルのスタッフさんはまあ親切だったようでして、えー シンガポール航空へ電話をしてくれました。ただし私のチケットは変更も払い戻しもできない。往復航空券をね、あらかじめ手配をしていたということで、まあシンガポール航空の方にはさすがに今回の責任はないとのことで、まあ片道のね、フライトチケット乗れなかったですから、これを購入してください。まあこの一点張りな わけですよ。うん。で、そこでね、片道21万円を払って、あ日本への帰国便をねしか、仕方なく購入せざるを得ないという鉄 M さんなわけですけども、シンガポール航空のミラノに繋がっていると思いましたが、 ああ、これね、シンガポールエアの方に、その、なんだ、振り、振り替えじゃないな、この場合は。あの、追加購入でね、片道切符になりますけども、購入手続きをした、その時には、マニラにつ、繋がったのが、フィリピン人の方が、あの、オペレーターさんがね、受け答えされて、まあ、それは丁寧だったという話なんですが、この、片道21万円、いずれにするも、これ支払ったということなんですけどね、ま不、あ、に落ちないわけですよ。そもそもだって、フィ,フィンエアがストライキしてなければ、こんなね、仕打ちに落ちらないということですから、 まあね、こう2万円失いた話じゃないですが二20万超えはちょっとこれ厳しいですよね。フィンエアの日本支社はというと、まあ、フィンエアがまあ運行する区間までしか、あくまでもね、フィンエアの提供区間の保証しかですね、できないんだ。ここの義務、まあこれ以外に義務はないんだと。うん。 いうことですよ悪天候で遅れたのではなくて会社と乗務員との賃上げ交渉のもつれで起きたねまさにフィンエア社内の出来事で、えー、被害を被ってしまったというねまあこれで何も保証しないというのはひどくないでしょうかともうね国際航空運航局まあイアタの国際弁護士にお願いしてねもう訴訟を起こすつもりでいますというですね、えー、こんなコメントまでいただいております、えー、フィンエアは綺麗なビジネスをししてていいるかと思っていましたがひ,ひどいエアラインに 過ぎません米系エアラインでもストライキがあるならその旨をフェイスブックなどでお知らせをまあある程度事前にするということなんですがフィンエアに関しては10月31日の羽田就航のニュースで止まっていたわけですね。僕もね実はこの報道は割とね、えー、なんだこのは、えー、と発生直後に知りましたからね事前に。 え、ヒースロー空港だとかね、事前、ま、1ヶ月以上前から、なんかストーやるぞ、みたいな報道がありましたけどね、あんな感じで、乗客側があらかじめ知れる状況でもありませんでしたから、ま、これはひどいというお話で、なんですよ。この今回のストライキで迷惑をかけましたというね、こんなコメントも、すらもう、もらえないと、もうこれじゃあ、ね、気持ちが収まらないわけでしてね、これでは、将来、フィンエアは乗りたいとは思いません。せめてストライキの3日前に知らせてくれれば、ま、電車やバスでね、ヘルシンキに、ま、出れた、 あわけなのに、まあ、直前のね、便への振り替えなんかも、あの、まだ分かったということなんですが、出発予定時刻の12時間前にメールに送ってく、メールで送られてきてしまうというのは無責任な航空会社だと思いました。あ欧州には ああね、えー、まあ、他にも工業、えー、競合他社がいますからね、まあ残念なカスタマーケアですよと、ああ、呆れましたというね、こんなコメントでしたが、実はね、鉄 M さんからは、ご実談をライブチャットでいただいてまして、片道航空券、大阪これ21万円かけられたというお話だと思いますが、こちらについては、保険会社が、 払ってくれるとということで、ねまあ、フィンエアの対応ではないというところがまた消せないところではありますけども、おまあこういうね、えー、結論にとりあえずなったということで、えー、どうなんだろうな、訴訟もね、あの、まあ、されるのかどうかっていうのはちょっと何度もわかりませんけども、まあ、僕がこの立場に立ったらね、まあ金額したいなところもあるけども、20万円超えで泣き寝入りとはちょっと辛いなということがね、あのよくわかる、まあこれはね、お気持ち非常によくわかるお話でございます。で、この、 ことについてはね実は規約上どうなのかっていうのはこの動画の最後の方でちょっとおまとめしていくんですけども実はねこの問題のうちってのは一人だけじゃないんですよね、えー、こちらは孫悟空さんといいお名前ですね <laughs> あのコメントをねあのご丁寧にいただいております私はオウルというフィンランドの国内空港からヘルシンキ経由でスイスのチューリヒへ飛んで翌朝のシンガポール航空で日本へ帰国予定でしたがその日乗り継げずチューリヒからのシンガポール航空に結局乗れません でしたまあ先ほどの鉄 M さんと非常に近しい、まあ、若干の,その路線はねあの異なるんですが状況はもうほぼ同じですよね。フィンエアの東京のカスタマーケアに問い合わせても え、薬管上、フィンエアの旅程内は何とか保証できるんだけども、別々に購入したシンガポール航空のキロの便まで面倒は見れませんという、なんとも理不尽で無責任なフィンエアの対応にがっかりでした。悪天候での遅延や欠航だと自分で何とかしなくちゃいけませんけども、エアライン社内の問題でなぜこうにも乗客が影響を受けなければいけないのかが信じられません。約管だとか法律だとか突きつけられても、私たちは旅行者はね、不利なだけですよというですね、 お話です、えー、急に決まった ストライキに、予定がぐちゃぐちゃになってしまったことに、まあ、謝罪もなく、まあ、さっきのね、テスネムさんもありましたけど、まあ、コールセンターね、ちょっと一言ぐらいなんかあってもいいね、えー、っと、いいのかなと思いましたけど、なかなか、あまあ、そういうね、対応もなかったようでして、えー、SNS にもストライキの予告もなかったわけですから、約款内で収めようとしてくる、このエアラインの対応には腹が立ってしまうと。うん、まあ、せめて24時間前にメールで知らせてくれれば、鉄道や高速バスで、えー、首都ヘルシン系行くことも可能ですけども、さっき 同じようなコメントありましたけども出発12時間切っての、ね、発表はあのーまあ、客としてはもうどうしようもないというお話ですよ。私はシンガポール航空は往復購入で変更も払い戻しも不可能なチケットなのでシンガポール航空に、えー、日がないので片道乗車券を買ってくださいと言われてしまいましたがなんとか翌日の中輪飛髪が発 あと調整されたの、まあ、これが満席で取れないと言われたんだけどもそれでも粘ってなんとか座席を確保してもらいまして日本に帰国ができたという、ねえー、ことです。まあ、ギリギリ政府なのかどうなのかちょっとね。あのー 気どいところですが、フィンエアの東京カスタマーケアに猛抗議中で回答待ちです。来年にも欧州に出張では、日本から国際線もフィンエアを使う予定でしたが、もうそれもやめてね、ルフトハンザにもうしようかなと。こういう信用度に欠けることをするエアラインは使いたくありませんよって、まあ、割とね、やっぱ厳しめなコメントになっているわけです。 ねえ、まあ、皆さん、まあ、あの、まあ、これ、たまたま今回ね、あの、<laughs> 欧州フィンエアということでえ取り上げておりますけども、ストライキなんていうのはね、他のエアラインでもしょっちゅう起こっているお話ですから、明日は我が身というね、お話ということも踏まえまして、今回のポイントを整理していきましょう。我々乗客はもうただリスクを飲むしかないのか、これが規約上どのような取り決めになっているのかですよね。これを踏まえまして、最後動画でね、対策まで含めて、えこの動画 動画でおまとととめをしていくとお伝えしていくといくうことですえまずポイントに関しては国際運送約ですねえこちらの中で、まあ、ある程度謳われてるんですがあのポイントはねあれなんですよこの便の変更、まあ、運行予定は予告なしに変更されることがあるえかつですねその先の便の接続に支障があったとしても乗り継ぎ便にねそれによって乗れなかったとしても責任負わないよ こういうスタンスがスタンダードなわけなんですね。ちょっとこれは分かりやすい具体例として、JAL のですね、あの、ちょっとこれ公式の約款を見ながらね、いきますけども、えっ、ー、と、第12条に書かれているんじゃないかな。 はい、えー、運行、えー、航空便のスケジュールの遅延及び取り消しということで、えー、こんな言い回しです。運行予定は予告なしに変更されることがあります。会社はこの結果、旅客またはその手荷物の他の便への接続に支障が生じても一切責任を負いません。まあ、これがね、JAL だとか ANA も全く同じ文面なわけですけども、じゃあですね、これが、 あのー、国際線とか他の外資のエアラインだったらどうなのか、JAL はワンワールドでして、フィンエアもワンワールドなんですよね。なんだけども、若干がね、若干違うので、フィンエアは内容がね、異なります。ちょっとこっちに、えー、行きましょう。フィンエアのリンクがね、ちょうど今ありましたから、ワンワールド関連で飛びましたから、えー、こちらに辿っていきまして、えー、これのね、9ポイント2に書いてあるのかな、ちょっとこちらですね。 はい。登場拒否保証キャンセル、大幅な遅延というわけでして、えー、こんな感じでですね、書かれています。フライトのキャンセルや大幅な遅延があった場合、お客様は援助、払い戻し及び保証を受ける権利がありますと書いているんですね。 JAL NA だだとか NA のととかのはでですすねね書きがちょっ違違うういぶ違うんですよ、ね、でこの保証の範囲に関しては、このフライトキャンセルだとかね、起きてしまった、えー、その時に乗客が受け取れる、まあ、権利としての保証の範囲はですね、レギュレーション261-2004で定義されて、まあ、規定されているんだというお話でございまして、これがね、また、あの、深掘りのところになるんですけども、欧州連合の公式 イレブねこれ一時情報になりますけども、こちらに書いてあります。法令の一時文書が掲載されている、えー、と EU のレックスというですね公式サイトに、このね内容が、まあ、原文で書いてあるんですけども、ちょっとかいつまんでね、どんなことが書いてあるのかだけ、えー、ご紹介ですね。これはアーティクル5にですね、キャンセラレーションに関して、えー、書かれています。フライトに大幅遅延ですと、まあ、あと結婚になってしまった場合は、まあ、ここに書いてあるのはですね、翌日,日 だととかに少なくともねあの変更手配をしますよ。まあ、それを最大限サポートしていきますよという対応か、もしくは、返金手続きですよね。こちらを受ける権利があるということで、これはですね、 ま、フィンエアが定義してるというか、もう EU の法律として、ま、このようなレギュレーションになってるというのが一つのポイントですよね。え、さらに、あのー、翌日便だとか変更手続きをしていてですね、かつ、その先でも保証を受けるレギュレーションがあ,あるんですよね。だからこのあたり日本とは厳密に言うと、ちょっとルールが異なってくるんだと思われます。そしてこの保証に関しては、あのー、距離によってね、この、 もともと飛ぼうとしていた最終目的地までの距離によって保証額が異なるようなんですよ。興味深いですよね。そのね、渡航先、ま、目的地が 1500km 以内であれば250ユーロ。 約日本円で3万円ちょっとぐらいになるのかなの保証ですし、あとは3500メートル、あ、3500キロメートル以内であった場合は、これが増額されて400ユーロというね、保証額になるみたいですね。で、さらにそれよりも、距離が遠い場合、3500キロメートルをもう超えてしまうような場合は、えー、これは600ユーロということですから、まあ、10万円には到達しない、まあ、数万円程度の一応保証額はまあ受ける権利があるんだというお話でしてね。これ M さんのケースだとミラノまでとりあえずね飛ばす便をあの翌日便に振り替えられたあーということだからヘルシンキからミラノだと 2,000km 以上多分ねあるので多分この保証もし仮に受けられるとしたら400ユーロという、ね、ことになるのかもしれませんがただねこの EU の法律ってねちょっとこれ面倒くさくてなぜかというと面積事項のようなものが載ってるんですよね。 で、これですね、ちょっと読み解いてみると、要するにその会社の管理不能な事柄 あ要するに、情勢不安定になってしまうだとか、その、だから、ストライキだとか、暴動も含んで、気象条件だとかね、転、えー、天災が起きたと、まあ、地震だとか、そういうお話だと思いますけど、その場合はですね、エアラインとしてもどうしようもないので、それはちょっと面積事項ですよと、まあ、責任追い切れませんよ、保障の対象外になることもありますよ、こんな、正し書きが、まあ、されているというのがですね、あの、一つね、あの、e、EU の法律として、えー、まあ、興味深いところなんですよね。ただ、これ、わからないのが、まあ、ストライキに関しても、 不不安定ななな管理不能な要素ではあるんだけどもなんかねこの記載を見る限りだとこのなんていう空港オペレーターのストライキだとかね要はエアラインの外側第三者のストライキが起きてしまったらもう保証しようもないんだっていうね管理不能なんだっていうような書きっぷりなんだけども今回の辞書ってさフィンエア本体のさあのストライキというわけですからここに対してどれぐらいの保証をこの訴えてねいけるのかどうかというのは解釈がねど なるののかっっていうのはちょっとここれね難ししいいいなというととうろでございました、まあ、とりあえずこのようなポイントが国際運送約款としてまたこれ,、ね、これ国だとか地域によって、まあ、異なってきてるというのがあねこんがらかっちゃうところなんですけどもはいでこのこんがらかる話でまとめていくんですが、まあ、ちなみにですね皆さんにそうこれ気になって聞いてお聞きしたんですよねアンケート予約したフライトが欠航になってしまった経験が あるよという方が、なんと。 もう半分以上ということですから、まあ、この理由がね、ストライキという方はまたごく一部になるんでしょうけども、何らかの理由でやっぱり結婚になってしまって、予定が崩れてしまった、こんな経験をする方はもう半分以上というですね、当たり前に発生する事柄になりますから、こちらに対するね、保証の考え方こんなにやっぱこんがらがって難しいというね、えー、ことなんだと思いますね。ここでまとめていきましょう。とりあえず僕の理解というね、えー、まあ、これが全てではないんですけども、その時と場合によって、 うん、あの国によっても違いますのでこれ全てこれというわけではないんですが少なくとも結婚に伴う航空会社の対応はそらくこの翌日便だとかねこの変更手配を最大限やってくれるということですよね、えー、まあその際に、まあ、宿泊だとかが生じた場合の現地滞在費ですよ、まあ、食事だとか含めてねこれは保証されるケースもありますちなみにそうだこのね宿泊に関しては割とね EU のこの法律の中で これアーティクル9になるのかな割とちゃんと書かれてたので。 うん。だから、まあ、ま、瓶を逃してしまってね、止まらざるを得ないときには、ちゃんと皆さんレシートを取っておくというのが、あまあ、あの、非常に重要ということですよね。で、この、まあこ、地域によってね、このあたりのレギュレーションどこまで保障されるか、まあ、違ってくるのがね、めんどくさいとこですが、まあ、もしくは、この変更手続きをね、しつつ対応していくか、まあ、返金を、ね、受け付ける、まあ、受ける、えーけ、権利ですよね。こちらがあるんだというお話でございます。まあ、ただね、これも中には、 あなんだ、アジア圏のね、LCC だとかが、やっぱりこのキャッシュがなくてね、コロナ禍ということもあって、キャッシュ不足でバウチャーでしか帰ってこないなんていう理不尽な対応も過去ね、動画化をしておりましたけども、これもエアラインだとか状況によってまちまちということがあるのかもしれません。はい、えっと、ま、EU の法解釈がどこまでの範囲になるのか、厳密にわからないところではあるんだけども、なんとかですね、一応僕の理解ということで、言葉にえ言語化をね、してみました。そこで最後に対策を取ってまいりました。 この血行リスクをゼロにすることはできないんだけども万が一に備えてできるだけこのような方法にね倒しておくと備えておくということがですね皆さん自身の身を守るということになろうかと思いますまず複数フライトを購入する場合乗り継ぎ便のチケットをですね購入する場合はできるだけ1つの航空会社で購入をしてまいりましょう。例えばあの そうか、シンガポールエアーとフィンエアーはさすがに一緒には買えないんでしょうけども、他の、まあ、ワンワールド系だとか、スターアライアンス系だとかで、提携先のね、エアライン同士の購入であれば、 一つの窓口で購入できたりするので、まあ、その場合はどうなのかな保証が受けやすいという側面があるのかもしれません。えそして乗り継ぎ空港ですねえ。どこを経由して皆さんが旅程を組むのか。この時に割とね、この値段だとか、ね、安い方に行ってしまいがちなんだがあ、なるべくこのトラブル発生した時に振り替便を即座にですね、選択ができるようにできるだけ大型の国際空港を選んでおきましょう。ここでもしですね、地方空港を選んでしまって、そこで 足止めを食らってしまうと本当にね、そこに滞在せざるを得ないとね、えー、いう、まあ、情勢不安定な中だと、もう数日間下手したらね、滞在せざるを得ないと、えー、エアライン、えーと、選択できる航空会社も1社だけというですね、こういう状況も考えられますから、 できるだけ大型のいくつかの選択肢があるですね。瓶がたくさん飛んでいる空港を経由していくということで、あの、選択肢があった場合はですね、これを優先して参りましょうというお話でございました。そして、最後に保険に加入をしておくというのも一つの対策になろうかと思います。で、これがね、航空機遅延保証付きというオプションがね、よくあるんで、このことかなとは思うんですけども、どうなのかなこれで接続対象の先の便ですよね。ここまでが保証してくれるの かかどうか僕が約款を見た限りであの分からなかったので詳しい人いましたら是非ねコメントで教えてもらえればと思いますで少なくとも鉄 M さんの事例はあれですよね。あの保険会社が 片道航空券、まあ、20万円以上かかってしまった航空券を保証してくれたというですね、一応あの補足がありましたので、まあ何らか保険でのカバーというね、対策もあろうかと思います。このあたりのちょっと細かいところは、本動画でのおまとめを、まあ、細かくちょっとして、あの、今日はそこを含めませんけども、皆さん自身でぜひですね、このあたりもチェックをして、計画を組んでみてくださいということで。 えー、今日のお話でございました。まあ、激横のお話でしたよね。日本帰国便突然の欠航にあってしまい、しかもその理由が、あその街頭、当、ま、該、あ、エアラインのストライキだったというですね、まあ、明日は我が身というお話をさせてもらいました。今日の件がですね、えー、役だったら興味深かったなという方は、チャンネル登録をして、また次回の動画でお会いしましょう。大好きでした。